主計局は中央省庁である財務省の内部部局の一つ。国の予算の編成、決算の作成、会計制度の企画立案を主な業務としている。予算編成を司っていることから霞が関の中央省庁に対し圧倒的な力を持っていると言われている。主計局は他省庁のワンランク上のものと対等の場で交渉する。 ことが認められており、例えば主計官は、他省庁の部長、審議官と、次長は、他省庁の局長と、局長は、他省庁の事務次官を、交渉相手にすることが通例になっている。1886年1月、調査局を解消して創設。国の予算編成、試行状況の監査、決算、会計制度の立案などを業務とした。各省が主計局に対して、 歳出概算書を提出して予算の要求を行い、これに対して歳出概算書と主税局の提出する歳入概算書とを合わせて各省の要求を査定するというのが通常の予算の編成方式であった。また、閣議で大倉省案の内事後、各省が復活要求を行い、査定案を練り直した後に閣議に再度図っていた。 しかし1933年8月の満州、事変以後、軍事費の優先的査定と、その要求額の増加が容認されるようになり、陸軍省、海軍省以外の各省の行政費は徹底的に削減され、新規要求はほとんど認められなかった。各省予算の要求が行われる前に、大倉省主計局長、主税局長、理財局長の三局長が陸海軍省におもき、 軍部に対して事前に歳入、歳出、交際の発行状況を説明し、陸海軍は作戦計画、軍備について大倉省の了解を求めるようになった。当局者は陸海軍省予算係官、参謀本部の軍備予算担当者と個別的接衝を行い、接衝後各省の予算概算の査定が行われた。また国策統合機関として、 権限強化を目的として、1937年10月に企画院が設置されると、総動員計画の遂行上、各省及び主計局に対して予算統制事項の実行に関する指示を行ったため、予算編成機関である主計局との間で権限争議を展開することとなる。さらに、戦時財政遂行の過程で、1941年度から、 重要政策に関する予算措置の採費は、閣議において、最後的折衝を行った後に決定することとなった。閣議中心主義が強まり、1942年7月、主計局の4課は改正され、予算編成を統一的に担当してきた予算課は、廃止、予算調整の統括は、主計局長の下で行われるようになり、各省所管の一般会計及び特別会計の、 予算及び決算に関する事務は第1課から第4課までの各課で各省別に分割して取り扱われるようになった。1944年6月には各課で担当していた各省所管の一般会計及び特別会計の予算・決算事務は第1課にまとめられ総合的に扱われるようになる。通常、6月末の経済財政諮問会議における 骨太の方針策定を経て7月、予算要求の基礎となる概算要求基準が各議決定される。これをもとにして8月末日、各省庁の概算要求が財務省主計局に提出される。9月1日より主計局が中心となって予算編成が始まる。まず各省庁の担当者による概算要求の説明が行われ、1項目ごとに確認を行う。 11月頃に説明がすべて終わると、各課の主計官と主査全員で要求額一つ一つを査定し、最終的に主計局長が加わって局議を行い、12月上旬に予算編成大綱が閣議決定される。近年は論点となるような予算はこの時点で事前大臣説衝で修正が行われ、12月20日頃に財務省原案が内示される。 ここから、さらに大臣折衝を経て、24日頃に、正式の予算案が決定、翌年1月下旬に国会に提出される。主計局はこの期間が最も忙しく、12月には昼間は、業界団体や国会議員の陳情の対応に追われて、仕事にならず、必然的に徹夜、泊まり込みが続くことになる。ありがとうございます。